どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン公開しています。今日もボリボリ始めていきます。はい、本日はこの G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ使います。この初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、チェックしてみてください。さあ皆さん、お知らせです。今使っているこの G ラボのウクレレたちのポップアップショップが仙台で初開催です。はい、7月15、16、17の3連休ぜひチェックしてみてください。詳細は概要欄に貼っておきます。よろしくお願いします。そしてこの本、オレンジ色の本ソングブック5が予約開始になっております。7月18日に発売なんでございますけれども、予約段階で Amazon でベストセラー1位カテゴリー1位を頂戴します。ありがとうございます。この出版を記念した無料、誰でも参加できる無料イベント、これ開催決定しております。7月23日博多、8月8日渋谷の HMV&BOOKS さんで誰でも参加できるイベントなんですけど、渋谷と博多の HM&BOOKS さんで予約して、本の予約をしていただくと、前の方に椅子の席に優先席に座れる数は限りありますけど、それと本にねガズがサインしますよというチケットをゲットできますんで、ぜひ、予約をしてくれると嬉しいと思います。電話予約もねできますので、遠くに住んでる方もの夏旅にいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします。詳細概要欄に貼っておきます。さあ今日のレッスン入っていきましょう。今日取り上げる曲はこの暑い季節に思いっきり踊りながら歌いたい曲、こちらドーン TRF の Easy to Dance、 こちらのレイブな曲やってみようと思います。これはね、今聞くとめっちゃかっこいいですからね。前半部分はちょっとねダークな感じなんですけど、サビで一気にこうバーッと晴れ渡るような突き抜ける感じ、いやーもうねテンション上がりますからやってみてください。で今回なんですけど、ちょっとこれサビで実は転調してるんですね。なんですけどね、なるべく簡単コードで転調も再現しております。今映ってるこのコードがシンプル簡単バージョンから出てきちゃいます。つまりですね、 A と A サス4と F シャープマイナーというコード、これね見てもらうと分かると簡単ですよ。簡単なんでシンプル簡単バージョンからちょっとやるんですけど、これ途中でね、またいつものように2バージョンやるんですけど、簡単バージョンと かっこいいバージョンの間で解説しますんでね、ちょっとご安心ください。見てもらったら分かるけど押さえるの簡単ですからね。はい、というわけで今も言いましたけど2バージョンいきます。最初は初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしてるんですけど、このコード出てきますけど、これも簡単ですからゆっくりやっていきましょう。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンのリズムはね超絶やばいですから、レイブですから、16ビートキレッキレでやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。さあそこで練習してもらってどんどん音楽楽しんでいきましょう。さあレッスン入っていきますよ。 TRF の Easy to Dance、 まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 3,2,1 Breakdown。 ダン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 、2,3,4
晒すから朝焼けに口づけてる波も抱きしめてる Easy to dance, easy to dance 踊る君を見てる Easy to dance, easy to dance 君だけを見ているTLIFE の Easy Do Dance カズレレ流簡単バージョンやってみました。いいでしょこの曲。これサビで転調といってちょっとね、普通の状態よりちょっとこう変化があるっていうことなんですけど、それでしょうがなくこのコードが出てくるんですけど、これも超簡単にアレンジしてるコードで後で解説しますけどね、なんとかいけると思います。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンで、イントロから1番やって1番サビやったら間奏ちょっと挟んでもう一回サビ終わったというオリジナルショートカットアレンジです。フルコーラスでやってみたいなという方、今の演奏ね、まずはガズレレ式でここのポイントを押さえたところやってもらって、あとね慣れてきたら、コード書き出して2番3番の歌詞を書いてオリジナルと同じようにアレンジできると思うんですけど、まずはガズレレバージョン練習してください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それに合わせて YouTube に、練習してもらってですね、1個目のゴールセットとしてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできたらすごいと思います。この曲ねボーカルのね A メロ息する暇ないんですよ。 I can hear my voice 今始まる midnight time からこの場所どこで息するのみたいな感じで、ブレスのタイミング息継ぎのタイミングちょっと確認しておくといいかもしれません。やってみてください。で一緒にできるようになったよという方、簡単バージョンとおめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードと全部丸暗記するのは難しいでしょうから、まずは楽譜を見ながら何回も何回も楽譜を見ながら練習していって、いずれ覚えちゃって大空に向かって突き抜ける海に向かって歌いたいなと思うんですけどね、楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズさんが手書きで書いたこのノート、この楽譜を見ながら今演奏していきましたと。もうちょっとしたらこんな風にカメラに大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアするんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます、ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた Easy Do Dance を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大なガズのノートストックの中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるんで、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Easy to dance TRF やっていきます。はい、ここね 3,2,1 ブレイクダウン、最初ジョンジョコジョンジョコと怪しく始まる。これはもうねウクレレアレンジバージョンでね、かなりあのショートカットになってるんですけど、ここちょっとね見てもらうと、今のこの簡単版は Am AfF みたいな感じでやったんですけど、ここ見てください。 AmAmAmG、AmAf 矢印、これねかっこいいバージョンで、ここフレーズ1といってね、ちょっとフレーズになってますんで、ここちょっと後でね、めちゃくちゃかっこいい難しい かっこいいバージョンでここやりますからね。でここはちょっとここラップ、DJ コウさんのラップのところなんですけど、ここも再現しました。コード進行はこのここと同じなんですけど、ちょっとラップのタイミングね面白いと思います。でこれ2回目はここ止まるよと、これ2回見てもらうと分かるけど、かける2になってですね、ここ上の段は最初、
はい、do does get rave ecstasy trf 2回繰り返して下の段が2回目やって、最後2回目はここ止まります、 Am で、でここ歌入っていくよということなんですけど、はい、こんな感じで、あとね、ちょっとここ見てもらうと、ここで下にクルッと囲っている、これかっこいいバージョンだ、このコードを使ってきますからね、これコード変わってるんですよね、サビなんかもここで変わってます。あとこの間奏も、簡単バージョンは Am と F なんですけど、かっこいいバージョンこの下 AmAmCF というコードになって、ちょっとねまたフレーズになってる、ここも、この間奏は、かっこいいバージョンはかなりここもかっこよくなってますということで、でサビに行くんですけど、サビもねコード簡単バージョンと変わってますから、ここ下に書いてあるのはかっこいいバージョン、それを覚えておいてください。じゃあこうやって写しておくので、お時間ある方この通り、書いてもらうといいと思います。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きのノートを、デジタルデータでダウンロードしてもらうのすごく有効です。ガズのノートの特徴は、この言葉の上にこの点がついていたりとかするやつ、これでねタイミングが分かるようになってたり、このスペースの位置関係でこの歌詞の位置が分かるようになってます。ちょっとここやってみますと、はい、これ A メロの最初ですけど、I の上に点がついてでしょ、 I can hear my voice 今は始まる midnight time から、これでねタイミングを測ってんですよ、この点で。あとカスカードには出てこないこの伸ばすところ、今始まるとか、これがかなり参考になると思います、ご活用くださいと。はい、こうやって写しておくので、お時間ある方はこの通りに書いてもらうといいと思います。まずはイントロと A メロ1番 OK、 一時停止でね、はい、そしたら A メロ2番から B メロ、この辺のだんだん盛り上がってくる怪しい感じがたまりません。はい、いいですか。はい、そしてここサビですね。ここのサビがね爽やかなんですよ、これ転調してるんでね。でこの辺でこう見慣れないコードがいっぱい出てくるということになっておりますということでございます。さあ今日はなかなかですよ。で構成としては1回目のサビ終わったら間奏1をここですね、このフレーズを、ちょっとやって、でもう1回サビを同じの繰り返しましたよというのが、ガズレレの簡単オリジナルショートカットアレンジバージョンになっています。ちょっとコード見ていきましょう。まずね、簡単コードから紹介していきます。ちょっと書いてないやつ、ここまでだな。Am と G7 と F と C と E7 と Dm。はい。Am、G7、F と C と E7、Dm。これはガズレレである超簡単コードのグループのガズレレ必須コードのメンバーなんで、入門コードですね。この1、2、3、4、5、6個は入門コード。はい。これはもう今日はね、スルーしますよ。このコードはね。じゃあ今日もうこの初心者バージョンから出てきた、このかっこいい版でもないのに、簡単バージョンから出てきちゃったこの3つを紹介したいんですけど、またかっこいいバージョンでさらにこんだけ追加ですからね。はい。ひとまずはこの簡単バージョンで出てきた、あんまり見慣れないコードを紹介していきます。はい。まずは A。これはね、簡単なんです。Am と A7 を一緒に押さえるだけです。こうです。簡単でしょ。はい。じゃあこの流れで、次 A サスポーはここと Am のとこと、その真下です。こことここが A サスポーです。こうやって押さえたりするといいと思います。はい。簡単でしょ。 A がここ、 A サスポーがここ。はい。そしたら次 F マイナー、あ、じゃあ F シャープマイナー、これがですね、どう考えたらいいかというと、さっきの A に1個足すでいいですね。ここで、あともう一個は入門コードの G7 あるじゃないですか。 G7 ね、これみんな知ってるでしょ。この形のまんま一段上に上げりゃいいんですよね。この三角形が上にずれてくるよと、これが F シャープマイナーです。そうするとこれ面白くない？ A マイナーでしょ、 A7 でしょ、 A でしょ、 A サスポーでしょ、で F シャープマイナーってこうですから、こことこことここですから、なんかこの辺ね、一個ずつゴニゴニゴニみんな似たようなコードですけど、音が変わるぞ。これで確認、 A はこことここ、A サス4はこことここで、 F シャープマイナーはこことこことここです。 G7 1個上に持ってきた。はい、これで考えるとこれいけますよ。初心者の方でも、このコードはいけるかなと思って店長でやってみましたということでございます。いやー、これまずちょっと覚えるの大変かもしれないですけど、気持ちがいいんで突き抜けるように、まずはこの簡単バージョン、このコードをコントロール、していってくださいというふうに思います。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にね、やっぱこれさっきも言ったんだけど、歌のね、息継ぎするとこすごいね、困るんですよ。ちょっとやってみると I can hear my voice 今始まる midnight time からこの場所、どこで息します？僕はね、だからね I can hear my voice 今始まる midnight time からこういう風に息するしかないから、それは肺活をやる人はもう最初に一発思いっきりガッと吸い込んでいけばいいと思うんですけど、ここね4行続くんですよ、このパターンが。なんで息するところがね、
これはポイントかなと。ちょっと研究してみてください。歌はね、でもなんか怪しげでいいですよね。 A メロと B メロはちょっと怪しい感じで、サビでね一気に明るく晴れ渡るみたいな、これがもうこの曲の醍醐味です。そこのところで転調が出てくるわけですけれど、はい、ちょっと試しね、いろいろ試しなやっていってください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはさらにコードは追加されています。まずね、フレーズ1、イントロのフレーズ1とか間奏で出てくる G というコード、これがね今回瞬間系なんでちょっと難しい。 G はね押さえる場所、こことこことここです。押さえ方は人差し指が、ガズの場合は人差し指が3弦の2フレット、中指が1弦の2フレット、薬指が2弦の3フレットで、こんな風に押さえています。それかこれでもいいですよ。人差し指で 1,2,3 弦の2フレットで、中指で2弦の3フレットでもいいです。 G を使っています。はい、あと F メジャー7、これはよく出てきますね。ちょっと押さえづらいよ、3弦4弦の5フレットです。こんな風に押さえるとおすすめ。響きはいい響き、透明感あるんですよこれが。でもこの5フレットまで結構距離があるんでね、この指の押さえ方がガズはおすすめですね。この曲の場合 F メジャー7の後に D マイナーなんで、この人差し指がキュッと先行できるんですね、5フレットの。これなんで、これ次 F メジャー7だと D マイナーなんで、こういう感じでね、この指とこの指で人差し指使わない方がいいと思いますというふうに思うんですけど、まあ、いいですよ。人差し指使ってももちろん。はい。で、次 E7 サスポー。これは簡単だね。E7 サスポーっていうのは、入門コードのうちの1個 E7 ヤンキーさんの人差し指。これがここになるわけです。ここが E7 サスポーで、これが E7 ですね。E7 サスポーから E7。こんな感じで使っていきます。はい。そして今日ね、D。これがね、ちょっと皆さん押さえづらいかもしれない。簡単バージョンでは A サス4でアレンジしたんですけど、かっこいいバージョンでは D を使います。こことこことここ。さあどうしましょうってことなんですけど、ガズはこうですね。一本ずつ押さえます。はい。人差し指が4弦の2フレット、中指が3弦の2フレット、薬指が2弦の2フレット、1弦は開放弦。あるいはこれでもいいんですけど、人差し指1本でもいいんだけど、ここ1弦をねこんな風にギュッとうまいことこう上げないとですよ。これ指がこう倒れていたら1弦ペチペチになっちゃいますからね。はい、これでもいいですけど、まあこっちの方がいいかなというふうに思うんですけど、まあとにかく D 使ってみてください。難しかったらさっきやった簡単バージョン出てきた A サス4でも十分かっこいいと思いますけど、はい、ちょっとやってみようということでございます。コードはだから結構多いね。転調になってるんでしょうがないですね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンのリズム。今日出てくるリズムはこれ。16ビートのチャットカッティング。今日はまあ、リズムはもうキレッキレですよ。もうこれだってもう EDM だもん。ドンツクドンツクドンツク。小室哲哉さんのレイブですから。はい。ドンツクドンツクドンツク。これ DJ がやるような感じだから。まあこれは16ビート。でいきたいんですけど、結構スピードも速いんですよね。ということで、まあちょっとこれから解説するんですけど、基本は16ビートのチャットをカッティングが混ざったやつです。この2つの弾き方、概要欄に貼ってあります、ウクレレでできるリズムのいろいろというところに、それぞれの弾き方の濃厚解説動画がアップロードされてるんで見ていてください。ちょっと今日ね、しかもね、すげえ高難度なんです。まず普通のリズムをやっていきましょう。ちょっと Am で前半部分の基本的なリズムの確認。ワン、ツー、スリー、フォー。ここ見て。ペコペコ動いてるでしょ。これカッティング出す。止める。I can hear my voice in my heart.ちょっとこうカッティングを入れながらね、シャキシャキさせるのがいいんですよね。これちょっと難しい。で、今日はね、ここはまあともあれ、最初のイントロのところでかなりこだわったリズムになってます。これフレーズなんですよ。ちょっとこれを解説します。3、2、1、ブレイクダウンで始まるんですけど、1、2、3、4。これ難しい。これね、ちょっとゆっくり解説すると、Am で、ダーン、タタカタン、ツカン、ツダ、G です。チャが2回入ってる。ダーン、ダ、チャカタン、ツカン、ダ、チャカ、G。ですね。後半は、ダーン、ダ、チャカタン、ツタ、F、F、F。ちょっと F が前に食い込んですよ。シンコペーション気味。これがフレーズ1です。これ難しいよね。ゆっくりいきますよ。せーの。ダッ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 ダンダンダッダックダッダダ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 ダッ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 ダカチッダ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 ダダダダダダ。はい。ちょっとこれ聞いてわかるかな。16ビートなんですよね。さらにゆっくり。せーの。ダンダチャカタン。
タンタチャカジータンタチャカタン F だよなタチャカタンタンタチャカジータンタチャカタンアフ FF こんな感じです。これかなりのね速さなんですよ。これカッティングがバシバシ止まってますから、はい、これですか。しかもここでラップやります。これを弾きながらラップやるんですよ。せーの Do dance get to late ecstasy of GLL I can hear my boy Look down just late overnight GLL これ難しいっす。まあちょっとやってみますか。まずはゆっくり、これがフレーズ1、こんな感じです。そしてここから、A メロ入っていきます。 A メロはさっきやってみて I can hear my voice 今始まる midnight time こんな感じでカッティングを織り交ぜたグルービーな感じ。このリズムはね、このね、動画がすごい役立ちますわ。もうキレッキレのファンキーリズムってやつなんですけど、跳ねては今日そんなにいないんですけど、キレとこのカッティングの バランスはこの動画がすごい役立つ。概要欄に貼っておくんで見ておいてください。で、あとはね、結構そのシンプルな感じでいくつ、コードがどんどん変わってきますからね。 B メロやってみましょう。誘う夢語る、ここは F メジャー7、絆目当てる A サス4から A Easy to Easy to F メジャー7行って Heat Talk の今度は E7 サス4から E7 ということで、こうコードの確認をしておいてくださいと。はい、そしてこの後感想のフレーズ、ここもまたちょっとね、マニアックなフレーズです。こっちの方でも最初のフレーズ1ぐらい簡単かな。その感想をやってますね。 Heat Talk の輪をつなぐような後です。 1,2,3,4すごいでしょ。ちょっとゆっくりやるね。 A マイナーでダンダチャカパンツパンタ C F ダンツタツタ C チテスタ C F A マイナーズクダンツタッタ C F はい、分かった。 A マイナーでもうちょっとゆっくりします。せーのダタチキパンタッタ C F ダンダチャカパンタンタ C F ダンダチカタンツタッタ C F です。早いんですよ、テンポが。テンポ普通っぽくやると、せーの。カッティング入ってますからね。ペコペコ動いてるんですよ。このカッティングなんですよ。はい、これがフレーズ2です。一瞬ですけどね、これすごいかっこいい。はい、そしてサビに入っていくんですけど、サビもさっきと違ってコード進行が変わってきますから、ちょっとやってみましょうか。D から始まります。せーの。あったらフィーリング突き抜けてく街を目覚ますからこんな感じですね。まあなんで、D が抑えられたらいいか、 D がいけたらこれいけるやつですね。でシンプル簡単バージョンの A サス4でもいいですよ。はい、でもちょっと挑戦したい人は D でぜひともやってみてください。はい、そしてこのサビが1回目終わったら感想として、一番最初に出てきたあのイントロと同じフレーズ1のフレーズですね。タンタンタンこれをやってからもう一回サビ繰り返して終わるという、そんな構成になってます。なんでやっぱり今日はフレーズ1とフレーズ2、これは難しい。であと A メロのところもあのドライブ感というか、こうレイブの感じ、ドンツクドンツクドンツクっていうあのちょっとデジタルっぽいドリを出したい、淡々とねリズムキープを進めるのがいいということと、あとさっき見たけど歌のね、歌は結構難しいんですよ。息継ぎする暇がないのと、ミッドナイトタイムからこの場所ってとか、この音程もね、いざ歌ってみると難しい。そう、I can hear my voice 今始まるみたいタイムからこの場所でここのこの場所でかなりここ、ね、来てますから、まあそんなのも楽しんでやってみてください。このねやっぱ疾走感というかグイグイ前のめりのこのなんか EDM の感じ、ドンつくドンつくのよ、体でやっぱりこうあの疾走感出していくのがいいかなと。手首柔らかくしないともう一曲持たないですよ。もう体をこうゴムみたいにして やらないとですね、あの手首がもう筋肉痛になっちゃいますからね。それはもう勘弁してください。もう柔らかく手首使ってもう無知のようにしなやかに、これがポイントになると思います。さ あでもそれにしてもね、この曲はね、まあ、当時のねあの勢いのある時代をこう思い出させますね。もうみんななんかね、もう
なんかとにかくエネルギーがあった。それを今こうやって弾いてみると、なんかね、またこの曲でエネルギーをもらえる、そんな感じもあります。パワフルにいきましょう。 TRF の Easy to Dance ガズレレリューかっこいいバージョンやってみる。 3, 2, 1 Breakdown。かっこいいバージョンやってみました。これはですね、ちょっと元気になっちゃうな。かっこいいバージョンはちょっとかなり難しいですけど、これやりがいがあると思います。汗だくになってこの夏やっていきましょう。さあ、お知らせです。今使ってた G ラボの、ポップアップショップが仙台で初開催ですよ。ぜひ皆さん今週末15、16、17、7月ね、仙台、島村楽器店さん、ザモール長町、店さんの一角で、やりますんで、ぜひあの概要欄チェックして行ってみてください。はい、オレンジ色の本が予約受付中、大好評です。皆さんご予約お願いします。そしてこれに、まつわる発売出版記念無料イベント開催、7月23日博多、8月8日渋谷の HMV&BOOKS さんで誰でも参加できる無料イベント開催です。でもこの今映ってる渋谷と博多の HMV さんで、本の 新刊の本の予約をしていただいた方はですね、優先的にイベントの前にある椅子の席に、数は限りがありますけど座っていただけるのと、あとガズが本にサインをしますよという券がねゲットできますんで、ぜひ皆さんご予約、この2店舗でご予約いただくのをねお願いします。電話予約もできますから、夏旅に日本中からその博多と渋谷に来るのいかがでしょうか。でもね、今のところ7月23日はセッションする課題曲も決まってます。こんな曲になってますけれども、この曲をオレンジ色の本に入ってるこの曲を見ながらモリモリセッションしていきましょう。さあ、めちゃくちゃ楽しみ。はい、そしてですね、ガズレルではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある、清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね
ほんとガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。